こんなんじゃ足りねえよ。もっと酒持ってこいよ。お客さん、十分酔われているようですし、今日はこのくらいにしといた方が。んだと？どうせお前も俺が成り下がって酒を飲むだけのクズになったと思ってんだろ。何を言うんですか。そんなこと思ってませんよ。とにかくお水でも飲んで落ち着いて。落ちぶれてたぞ。やっぱりそう思ってたんじゃねえか。落ち着いてって言ったんですよ。ああもうどうしたらいいか。よ、なんか揉めてるみたいだな。あんた何があったか知らねえが、伊豆でも飲んで冷静になれよ。もういい。酒がまずくなったし、他の店で飲み直すわ。何だったんだあいつ。ここの常連なのか。まあイリュージョンという昔人気のあった韓流スターですよ。ご存じない？ああ俺そういうの疎くてよ、ちょっと知らねえな。しかしそんな芸能人もこういう店来るんだな。初めて見たぜ。まあ今はもう引退されたみたいです。スキャンダルとかいろいろあったらしくて、映画とかに出てた時はキラキラしてたんですが、人は変わってしまうものなんですね。なんか機嫌悪かったし、他の店でも荒れてなきゃいいんですが。元スターね。え、
おい。すいません。なあ。いえ。うん。はい。いえ。うん。ああ。すいません。横浜も広いよな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。横浜も広いよな。移動するだけで疲れちまうぞ。この程度で音を上げるなんて男らしくないわね。おお、その発言はイエローカードだぞ。あ？今は男らしくないとかめめしいとかそういう発言は NG なんだ。男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。ふん、私はそんなの別に気にしないけどね。まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で音を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない？ま
何見てんだ。何見てんだよ。だってしびるんじゃねえぞ。どうしようかな、見せてやる。当たった。当たってこいよ。私の番組やるのか。もっとこいよ。見てなさい。目がしますよ。ほら来いよ。いやがれ。せーて、当たってこいよ。叩きのめす。なーぜ。よし、行くぞ。出ると思ってるよ。いやがれ。僕の手。どれが出るかな。よし。やるか。俺の番。私も勝てますかね。邪魔だよ。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。それでは。おう。ありがとうございます。
いいえ。はい。ええ。それでは。おう。それでは。で揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて？映画の出演料だったかで揉めて、
その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ。一時期その話で持ちきりでしたよ。いや、こいつはマネージャーの女の子を助けようとして結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつはイリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつ。だから春日さん、いいんですよ。このことは当事者しか知らないことです。でもよ、マネージャーの女、確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言い出しただけで。じゃあ、あんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと？鈴木さん、一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。あなたのその目、どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。三流は私の方か。確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。本当に情けない。写真は全て消しました。もうデータはありません。そうか。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが理由はどうであれ問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めてこれからお返ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。それでは失礼します。おう。何のつもりだ。心配はいりませんよ。私は龍様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね。たまにはスキャンダルじゃなくて人の背中を押すような記事を書くのもいいですね。ほう、イリュージョン電撃復活、長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんてどうでしょう。いいんじゃねえか。改めて彼に取材を申し込もうと思います。もちろん事件の真相を書くような野暮な真似はしませんが、あんなにまっすぐな顔を見せられちゃ応援したくなっちゃいますよ。確かにな。それじゃいい記事期待してるぜ。サインもらっておけばよかったな。You